こんにちは、速稼塾の久保です。まあ男40代50代自分の顔には責任を持てっていう風にね、幼い頃なんか聞いたような気がするんですけども、失礼しました。なんかその意味がねだんだん分かってきたのは、50代とかね40代とかで年の差婚を成功させる人ってのやっぱいるじゃないですか。私のことを言うわけではないんですけども、やっぱり10人の例えば50代前半の男性がいたとして10人そのうちの1人ぐらいはやっぱり年の差婚をね成功させて、他の方はなかなかうまくいかなかったりするっていうのが結婚相談所のデータらしいんですよ。だから 87% だったかな、まあおよそ9割はなかなかうまくいかずに時間だけ過ぎていって、50代中盤とか後半になっていってもっと状況悪くなるみたいなね。じゃあ10人中1人がなんでうまくいくかっていうと、これはね自分から探しに行くというよりも向こうから来てくれる人なんですよね。じゃあ向こうから女の人が来てくれるってことは、特に若い女性が来てくれるってことはどういうことかっていうと、若い女性が求めているニーズを持っている50代の男性ってことなんですよね。例えば資産がいっぱいあったりとかね、だから面白くてユーモアがあってもう知識も豊富ですごく貫禄があるみたいなね、要するに賢い男性ですよね。でそれからものすごくねボディムキムキでもう マッチョマンみたいな体健康な人ですよね。やっぱりね体を鍛える環境、ジムとかに50代のトレーナーさんがいて、で20代ぐらいの入門生がいたり、まあジムだけではないんですけども、まあ、格闘技系の道場とかね、やっぱり指導してくださる男性に注目する、まあ、若い女性、その関係が発展していって、まあ、頼もしいし、いつも言うことは正しいしみたいな感じで、師弟関係がだんだん恋愛関係に変わっていくってこともあると思うんですよ。だから圧倒的信頼関係と圧倒的な実績を、要するに あんなマッチョマンになりたいっていうふうに憧れて求めてるわけじゃないですか。だから恋愛の方向性もつきやすいってことなんでしょうね。あとは圧倒的なお金を持っているってことじゃないかなと。やっぱりね何ていうんですかね、結婚して楽になりたいって思ってる人はいるわけですよ、女性が。それは当然ですよね。結婚して苦労がしたいなんていう美談はあんまりなくって、それこそね結婚してよかったねって言われたいし、さすがいい人捕まえたねと、で50代でも老けてないとかね、かっこいいとかね、福山雅治さんみたいな人とかね、そんな感じで年齢聞いて、え、そうなんですかっていう風に、え、実は52歳だったんですか、53歳だったんですか、いや全然見えなかったですよみたいなね、さすがに40は超えてると思ったけど、まあ50超えてると思いませんでしたっていう風に心の底から思われるようなね、まあそんな外見の方とかファッションセンスの方とかヘアスタイルの方、おしゃれな方、そういうのをいろいろ兼ね備えていて、女性の方がアプローチしてくるっていう形で、まあ、男性の方がまあ OK するみたいなね、だと思うんですよ。でやっぱりね男性の方もいい感じの人は30代とか40代で、まあ、特定の人を見つけてね家庭作っちゃったりするわけじゃないですか。だから50代で遅咲きというかね、30代とか40代をしっかり使って50代で花開いたみたいな方っていうのじゃないとなかなか厳しいのかなっていうところが見て取れるんですよね。これまた別の動画でもお話してますけども、セルシオ動画とかね見ていただければ分かるんですけども、やっぱりね40代とか50代になってまだねいわゆる、まあ、言葉はちょっとね粗末ですけども、ペーペーだったらなかなかですよ。でそのペーペーを持って女性にアプローチしたらさすがに痛いと思われる可能性が高いんでね、だからやっぱり目指すべきは憧れてもらえるような40代とか50代になっておくことかなと思います。だから今40代50代の方は急がないといけないですよね。だからねまだ年齢がなんとかいけるうちにいけてる男になる、稼げるか賢いかなんか有名かね、もう健康かですよね。で健康でいるってことはやっぱり女性が、若い女性が家庭を持って子供って考えた時に見るからに健康な男性じゃないとねやっぱりね生理的に無理になっちゃいますよね。まさに生理的ですよ。髪の毛が薄い人って不健康に見えるからダメだったり、40代半ばから50代ぐらいで肥満とかねメタボだったらこの人自己管理できてないし、見た目が悪いってことが不健康に見えちゃうんですよね。
で早めに成人病とか発症しそうですし、苦労しそうだなと思ったらやっぱりなかなかって感じですよね。で自己管理ができてなかったりとか、まあ計らずもね、健康状態を早めに壊しちゃった、40代50代壊しちゃった方っていうのはやっぱり女性からするとね、できれば健康な方の方がいいですから、なかなか選ばれないってことになるんじゃないかなと思うんですよね、だから健康でいることね、それも波の健康じゃないですよ、わすごいって思われるぐらいの波の健康以上の健康を手にしていること、それから資産状況、お金ですよね、これもすごいって思えるぐらいの資産を手に入れてないとダメですよ。年収が1500万とか2000万、すごいと思われるでしょ。年収5、600万だったらすごいとは思われないんですよ、ね、だからそういうところとか、あとすごい人脈豊富、知識豊富みたいなね、賢さですよね、すごいって思わせないと、それこそ自分のことを自分から喋らないと、過去の話をしないと分かってもらえないとか、仕事の実績を喋らないと分かってもらえないっていうことだったらすごいと思われないですよ、痛い寒いと思われるだけなんですよね、みたいですよ、まあ、これからもねこの辺のお話させていただきます。皆さん該当の男性の方ちょっとね一緒に頑張って、一緒にっていうか私はまあ違うんですけども、なるべくお役に立てるようにやっていきますのでよろしくお願いします。